ここでは不動産所得の復習をして消費税について理解していただきたいと思いますまずは不動産所得について不動産の賃料には不動産所得として所得税と住民税がかかります不動産所得は所得区分で迷う人が多いですが不労所得のイメージを持っていただければ間違いが少なくなりますですから 事業的規模で大々的に不動産を貸していたとしても不動産の貸し付けにかかる所得は不動産所得となりますし小規模で不動産を貸していたとしてもサービスの提供を合わせて行うと事業所得や雑所得となります。それから不動産賃貸の仲介業を営んで得られる所得は不労所得ではありませんので事業所得となります。このようにして 不動産所得に該当するものを整理できたら収入から経費を引いた後、そこからさらに青色申告特別控除額額をを引いて、不動産所得の金額を計算します。最後は不動産の貸し付けと消費税について「消費税は物やサービスを消費した時にかかる税金だと思ってください」「1ヶ月未満の貸し付けなど例外規定を除いて 貸付以外の取引も含めて説明しますとまず不動産取引の仲介手数料は仲介業という事業つまりサービスの対価ですから消費税の課税対象となりますそして土地は消費という性質に馴染みませんから購入代金や地代に消費税はかかりません建物については建物は経年劣化しますから 基本的には購入代金や家賃に消費税がかかると考えていただきたいんですが居住用のの建物の家賃だけは消費税の課税税対象外とされています消費税が創設された当時家賃に消費税をかけると国民経済への影響が大きいと考えたのかそれとも政権の支持率が下がると考えたのかは分かりませんがどちらにせよ政策的な配慮で 居住用の建物の家賃には消費税がかからないことになっています部屋を借りた経験がある方はすぐにイメージできるかと思いますがそうでなくても町の不動産会社に貼ってある広告を見るとキリがいい数字ばかりが並んでいますからそういう光景からイメージできると覚えられると思いますそれでは今回はここで終わりますありがとうございました